にゃんせにゃんせよよー。今日はちょっとバタバタしてて、じゅんちゃんのこうお祝い、誕生日のお祝いができてなかったので、今日はじゅんちゃんに喜んでもらいたくて お店を予約してみました。何のお店？それはお寿司。お寿司。やっぱじゅんちゃんといったらお寿司なイメージが強いから、お寿司のお店を予約したんだけど、そのお店は前にここのねエリアにお友達とお昼食べ来た時に通りかかったの、たまたまで気になって、お寿司屋さんかなって雰囲気的に気になって調べてみて決めました。らしいです。はい、では行ってみます。はい、楽しみです。はい、行こう。
あ、サンミダカフェに来ました。食後のカフェ、アクガルメボイの、うん、アメリカの。明日さ、うん、美味しい。どうだった？ね、あ、はい、く、あ、よぺ、お客さんもそうだし、うん、作ってくれたの。あ、お寿司屋さんの話でしょ。そうだし、うん、みんな日本語を使ってたから、俺もなんかなんとなく日本語ばっかり使って。약간일본에와있는듯한느낌。응응。인기もそうだったし。진짜머리염색해야겠다어응시라가가普通何歳ぐらいから出るんだろうね、白髪って。いや、よ、いや、30、結構みんな、あの、俺を知らなかったんだけど、みんな、もう俺のチームの、みんななんか色染めてるらしいよ。白髪染めでしょ？でも私は割と早い段階から出てたから、ね、結構白髪家系だから。あ、そうなの。真っ白、しかも真っ白の、みんなおじいちゃんおばあちゃんだったら真っ白になる。俺のお母さんも真っ白じゃん。そうそうそう、だから私は結構早い段階から、そんな多くはないけど。今から帰りたいと思います。本当ですか？야이동이완전뭐가되게카페도그렇고막이것저것되게막많다그렇죠雰囲気も이雰囲気가이네분당분당어디야판교아판교しかも静かでしょ네막헤지다가라까そうそうそう아날씨도좋다안녕다음에봐요